おはぴよー、どうも、ひなぴよーです。それでは本日も、蛇の命、続きやっていきたいと思います。はい、前回は、こう、推理パートに突入して、オートイギを発動したんですが、そこで、終わりました。まあ、ポイズンスネークに容疑がかけられているんですが、おそらく、まあ、ほぼ 99% ムカデがね、反抗しているっていうことを、今回のパートで証明できていけたらなと思っておりますよ。じゃあ、続き早速やりましょう。はい。セーブで待たせておいて、終わり際にいきなりの意義か。すいません。だったらそのダイイングメッセージが何号室を示しているのか、言ってみろ。これはね、発想の逆転ではなく、ストレートな逆転で、まあ、9を反対にしたら、あれ ?6 号室、7号室、8号室、9号室、あ、どれになるんだろうな、6号室です。そうだよ、逆から見れば6にもなるよ。確か6号室の客はムカデだったわね。いやいや、どう見ても9だろう。いや、これはもう、これはもう、水かけ、これはもう、水かけ論になるだけでしょう。手前から読めるようにするのがダイイングメッセージの礼儀だ。筆者の意図を読み解くと、これは Q を表現してんだろうが。水面の上の死体なんだから向きが変わっててもおかしくないよ。グー、議論の流れも逆転したよ。うまいこと言ってんな。まだだ、そんな推理憶測に過ぎない。よく考えてみれば、死ぬ間際の短い時間に部屋番号なんて回りくどい情報を残すか。ストレートに名前の手がかりを出せば一発じゃねえか。うん、蛇の体で表現できなかったんじゃない、それは。それだったらムカデの無で結局6が最適解だよ。本当だ。ムカデさん詰んでるじゃないですか。もういい、ダイイングメッセージなんて憶測に過ぎん。考えるだけ時間の無駄だ。ダイイングメッセージの推理は終わっちゃいない。ダイイングメッセージの推理は終了だ。ダイイングメッセージは終了。しかも部屋に戻る。部屋にも戻れんのかい。いやー、推理レベル40以上か、どっちも。今25しかないからな、無理だな。終わっちゃいないにしかできない。し、無駄なことを。どんどん操作が遠回りになっちゃうよ。遠回りになっても、ムカデの犯行を暴けるならダイイングメッセージを信じるしかないよ。仮にそれがダイイングメッセージだとして、犯行は地下での毒瓶すり替えだ。温泉に入っている被害者が地下にいる犯人を知ることなんて不可能ではないか。確かに確かに、温泉から地下のムカデの犯行を目撃するなんて無理だな。シェフがムカデの犯行に気づいた理由、わからない場合は消去法で。予知能力者だった。犯行前からムカデを不審に思っていた。シェフの気まぐれ。まあ、予知能力者なわけがないし、まあ、消去法で言えば犯行前からムカデを不審に思っていたが正解でしょう。はい。殺害される前から不審に思ってたんだ。そのシェフは予知能力者か。まだ情報が足りないな。さらに過去の状況から遡って考えるべきだよ。それじゃあ推理がますます遠回りになるわね。殺害前のシェフとムカデの様子を思い出してみるよ。ムカデは封鎖された裏口のところで見かけたよ。そうだね。なんか探索してる時もなんか、あ、ここにムカデいいんだなって言った記憶があります。そんなところで何してたのよ。いや、脱出できないか確かめてたんだよ。旅館の爆発は明日、脱出ルートを探すのは理由として真っ当だろう。ムカデが裏口にいた理由として、現状考えられそうな理由は、脱出が目的、金の扉が目的、その他。これじゃない、その他じゃないの。まだ情報が少ないな。だってどっちの可能性も今はそこまで高くないと思うな。あとは被害者のシェフの行動も思い出してみるべきだよ。シェフは料理で忙しそうだったわね。ほぼキッチンにいたわ。そういえばパスタの調理で忙しかったとか。作業前の写メもあるけど、何か手がかりはないかしら。写メ。パスタが増えている。他に変わったところ。ああ、はい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 、
やっぱり瓶が一つ足りなくなってますね。間違い探しだね。何か違和感があれば手がかりになりそうだよ。パスタの数が違うよ。パスタを料理してる風景だからパスタが増えるのは当たり前でしょ。パスタ以外で違和感を見つけなさいよ。パスタ以外で違っている部分は瓶の数です。はい。瓶の数、確かに数が減っているが、それに何の意味があるのだね。瓶といえば当然これだ。毒瓶だよね。よし、毒瓶。1500経験値すげえな。そうだよ、瓶といえば今回の凶器毒瓶だよ。そして瓶の、その瓶を抜き取ったのはおそらくムカデでしょう。オッケー。そうだよ、おそらくムカデが毒瓶用に抜き取ったんだよ。凶器は毒瓶でも、台所からなくなったのはただの空き瓶だ。肝心の毒はどうやって調達するのだね。まさか台所に毒もセットで置いてあるのか、この旅館は。あるわけないでしょ。毒を調達した場所は？わからん。ポイズンスネークの尻尾からなんか絞り取ったみたいな。でもな、そしたらな、ポイズンスネークがなんか言ってくれるだろうし。思い出す、使ってみようか。なんかあんまり思い当たらないんだよな。ムカデが居座っていたのはこの場所だったな。ああ、え？ああ。鉄格子から毒を取ったってこと？ああ。まあでもヒントでそう言ってるってことはそういうことよね。じゃあ、鉄格子か。はい。鉄格子？そうだよ。鉄格子からは蛇特化の毒が流れる仕様なんだよ。その鉄格子の毒を空き瓶に集めれば毒瓶を確保できるよ。簡単に言ってくれるが、鉄格子の瓶、鉄格子の毒を瓶に抽出するって大変な手作業だぞ。そうよね。え？いちいちこう、手にこう、シュッて取って、ペッ、シュッ、ペッ、シュッ、ペッてやってたってこと？すげえ時間かかりそう。大変な手作業でもムカデは手の本数が多いから毒の抽出は可能だよ。うん。むしろ多分ムカデにしかできないんじゃない？手足がいっぱいあるムカデにしか多分そんな効率のいい作業はできない。ムカデが長時間、ムカデが長時間鉄格子の前にいたのは毒を空き瓶に抽出する作業に忙しかったからだね。台所にいたシェフにはムカデが空き瓶を持ち出したことを知ってたはず。ん？なんか日本語変だな。台所にいたシェフはかな。そして空き瓶を持ち出したムカデが毒の鉄格子の前で謎の手作業。それじゃあ犯行前からムカデを不審に思うはずだよ。そうなると人工温泉の毒化計画まで予想していてもおかしくないわね。その推理には大きな矛盾がある。なんでムカデの味方するんだろうね、この刑事は。てかヘビの敵なのかもしれないね。シェフがムカデの犯行を予測していたのなら、こうしてシェフが死ぬはずないだろう。ああ、まあそうですね。自分が死のうとは思わないはずだね。温泉の毒化を予知していたのなら、危険な温泉に入らずムカデを枯渇すればいいではないか。旅館内には警察もいるというのにな。シェフが人工温泉に毒を混入させる可能性のあるムカデを枯渇できなかった理由は？ああ。なんだろう。ああ、これじゃない？旅館の機密事項。人工温泉などの情報の公開禁止。これでしょ。OK。そうだよ。地下に出入り可能なムカデは人工温泉の存在を知っていた。下手にムカデを枯渇すれば、人工温泉の情報が漏れることにつながるから、黙ってるしかなかったんだよ。それでも、死の危険を冒すぐらいならムカデを枯渇するべきじゃないの？ムカデが犯行に及ぶかはその時点では想像の域だよ。前日に誤認逮捕があった件も含めて従業員としては客を疑うことはしたくなかったと思うよ。従業員の鏡だね。本当に従業員の鏡ね。何が従業員の鏡だ。そいつは逆だぜ。ああなんだよおめえ、こんなになんかしんみりしてる空気の中でよ、ぶち壊しやがってよ。
そのシェフは仕事そっちのけで企画を温泉に誘ってたんだぞ。確かに。それでも従業員の鏡か？ああ。確かポイズンスネークの証言では、シェフの方から温泉に誘ってきたとは言っていたが。シェフがポイズンスネークを温泉に誘った理由は？好みの問題、恨みがあった、毒に耐性がある。なるほどね。ポイズンスネークは毒に耐性があるから毒の温泉に入っても死ぬことはないってことなんじゃないの？ええ。そうだよ。ポイズンスネークには毒耐性があるからだよ。万が一温泉に毒が流れるようなことがあっても平気だから誘ったに違いないよ。毒耐性があろうが関係ない。わざわざ客を巻き込まず自分一人で入浴すればいいだろう。なぜ客のポイズンスネークを巻き込んだのか。客にスリルを与えるため、客を殺すため、客を守るため。逆転の発想。確かさ、ヘビの入浴のなんか人数制限みたいな、引数制限みたいなあったじゃん。で、人間は確か1人までで、ヘビは多分2匹までだったと思うんだよ。っていうことは、まあ1匹分空きが出るわけだ。じゃあ、だったら毒耐性のあるヘビに入ってもらって、他の誰も入れないようにするのが、客を守ることにつながってたんでは？いかがですか？客を守るだ？逆に危険な目に合わせてるだけだろうが。ポイズンスネークを誘って入浴したのは、客を守るため。その根拠はこれだ！これ！入浴制限、ヘビ、同時2匹まで。これでしょう。オッケー。入浴は一人ずつ、ヘビでも二匹まで。昨日も言ってたルールね。そうか、一匹だけで温泉に入ると、他にもう一匹入ってきた時に、その客が危険な目に遭うんだよ。ポイズンスネークと二匹で入ることで、他の客を巻き込む心配がなくなるんだよ。んな面倒なことしなくても、客に一声かけりゃいいだけだろう。温泉に入るなと。仕事をサボった従業員が、ただでさえ小さな温泉を占拠して入るなとか言ってくる旅館。どう思う？最低の旅館だな。そういうことだよ！むか！だったらこの温泉は毒だからときちんと説明すりゃいいだろうが。この温泉は毒だからとか言ってくる旅館、どう思うよ？史上最低のクソ旅館だな。そういうことだよ！グーなんだこの茶番は。矛盾だらけだったシェフの行動も、ムカデの犯行を警戒した点を踏まえれば、すべて辻褄が合うよ。つまり犯人は、ムカデで決まりだよ。死んだシェフの意思など、憶測に過ぎんよ。死人に口なし、いくらでも嘘で漏れるからな。その死んだシェフの示した意思が、ムカデの犯行を表した。6という数字だよ。数字は嘘つかないって言い出したのは自分じゃないか。時間はかかったけど、ようやく解決だよ。今回の推理は遠回りのようで、蛇行運転の要領で確実に獲物を追い詰めてたのね。そうか、被害者は毒殺されている。だから犯人を毒のようにじわじわと問い詰めたに違いないよ。なんでみんなうまいこと言わないと気が済まないのかな。探偵が死んだシェフの代わりに犯人をじっくりことこと煮込んじゃったよ。そうです、ありがとうございます。煮込ませていただきました。ついに黙っちゃったよ。なんとか言ったらどうなの。調子に乗るなよ、虫けだると思うか。ブチ切れてるね、ムカデくん。数字だけで勝手に犯人を作りしやがって、たかがヘビ一匹死んだ程度で長いんだよ、茶番が。充血してるよ、メガ。たかがヘビでも、貴重なシェフを殺した罪は重いわ。それにあんたが注文したパスタの代金、きっちり払ってもらうからね。パスタなんぞ注文してねえわ。あんたしかいないでしょうが。パスタなんか注文して俺に何の利益があるってんだ。パスタの大量注文がムカデだとしたら、その目的は？パスタが食べたかったから、シェフを働かせるため。こっちだ、シェフを働かせるため。シェフを働かせてどうする。
瓶を調達するため、過労死させるため、瓶を調達するため。そうだよ。シェフが忙しくなれば、その隙に瓶を持ち出しやすくなるよ。しかしそれでは矛盾が生じる。現に忙しいはずのシェフが、ムカデの行動の詳しい部分まで気づいているのだよ。万が一瓶に気づいたとしても、鉄格子前のムカデの行動まで気づくのは不可能だ。確かに、無理な話ね。それに金にケチなムカデがパスタを大量注文するのもおかしな話よ。この事件まだ謎は多いよ。おい、誰がパスタを注文したんだよ。気まぐれパスタを大量に注文したのは誰だ。ムカデ、ポイズンスネーク、ヘビ大型種、シェフ、思い出す、逆転の発想。ああ。お腹いっぱい食べたいとか。いや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 、大型種なわけないよね。こんなタイミングでこんなギャグ要素を入れてくると思えないんだよな。シェフ？ポイズンスネークだったら多分言ってるし、ムカデはそんなやっぱりケチなことはしない。そしたらシェフか大型種の二択なんだけど、いや、ちょっと思い出させてもらっていいかな。そのネズミひょっとして、食材にするよ。命を粗末にしちゃダメだからね。おいおい、客にネズミを食わせるのか、この旅館は。うちのシェフは命を粗末にしない主義だからね。はあ、そういうことか。一応逆転の発想も見ていいですか。シェフがムカデの行動に気づかないほど忙しかったのではなく、ムカデの行動に気づいたから忙しくなったとしたら、なるほど。自分が死ぬことを分かってて、ていうかまあ死ぬかもしれないから、だったらパスタを作り置きしておこうみたいなシェフの男気？どうでしょう。シェフが注文？ってことは、注文もなしにシェフが勝手にパスタを大量に作り出したってことかい？シェフが自分で作ったなどと何を根拠に言っているのだね。これですね。命を粗末にしない主義。命を粗末にしない？そうか。パスタを作れるのはシェフだけってことは、シェフが死んだらパスタ用の食材が無駄になってしまう。そういえば、食材は全て命から作られているとか言ってたわね。その食材を粗末にしないためにも、自分が死んだ場合に備え、パスタを大量に作り置きしてたんだよ。つまり、ムカデの不審な行動に気づいた後に、パスタを作り始めたって証拠だね。すげえな、シェフ。日頃の命を粗末にしなかった行動が、ムカデの犯行を立証したのね。何が命を粗末にしないだ。最大の矛盾が発生してるじゃねえか。なんだ、ハセです、ハクパパ。なんだ、最大の矛盾って。どういうことよ。シェフは命を粗末にしてるだろうが。自分の命をってことですか。自分の命をな、先に言っちゃったよ。確かに、毒温泉に入る自殺行為、命を粗末にしないシェフの行動にしては不自然なのよね。客の代わりに犠牲になったとしても他にも理由があるはずだわ。シェフが死んじゃった以上、命を粗末にした理由なんてわからないよ。シェフが命を粗末にしている理由、立証するには情報が足りていないようだ。推理レベルが50必要なんですけど、今25しかないんで無理ですね。まだ立証できません。シェフが命を粗末にした理由を立証するなんて無理だな。立証できますよ。ブラックドクター久しぶりに喋りましたね。シェフが命を粗末にした理由。どういうことだい？理由は簡単。蛇の命だったからですよ。蛇の命だったから？蛇の命は軽い。粗末にしてなんぼのもの。シェフはそれを理解していただけのことです。なんだよ、その謎理論は！君は空き缶を捨てる人に対して、物を粗末にするなと注意するかな？まあ、ゲームオーバー後もリサイクルされて戻ってくる空き缶も存在するらしいが。あ、メタ発言か？そろそろ黙れよ。ぺしゃんこにされたくなかったらな。なんかすごい生きってるぞ、客。いつもかっこいいけど。てか、ヘビのことになると結構怒ってくれるよね、この客。好き。
話し合いはそこまでだ。この続きは食事休憩後にしようではないか。休憩って一番いいとこなのに。そうだよ、クライマックスって時に休憩入れちゃダメだよ。せっかくの熱気が冷めちゃうよ。いや、冷めてしまうのは料理の方なのだよ。シェフの作り置きパスタ、食べるなら今しかないだろう。そういえば注文されたものじゃないから食堂にまだ残ってるんだよね。それだったらみんなで食べるしかないよね。せっかくだからいただこうかしら。それでは休憩に入る。ムカデの動機などについては食事休憩後に尋問再開とする。キリの悪いところで話し合いが終わりそうです。最後に何か発言しますか？発言する。食事はお預けだ。今ケリをつける。話し合いはこれにて終了とする。調査料払ってね。最近どう？発言することを放棄する。最近どう言いてー。発言することも放棄してみてー。発言するって言っといて発言すること放棄するの結構いいな。最近どう？行く？最近どう？どう？最近のメジャー度が上がったことでそれに抗おうとするインディーズ志向の蛇だよ。バレました。最近どう勢は隅っこでむき飯食ってなきゃダメだよ。あれ、私前回なんか隅っこでなんかコソコソしてないとダメみたいなこと言わなかったっけ？公式でそんなこと言われるとは。このまま食堂へと向かいます。みんなでパスタ食べるよ。そこの探偵のヘビは前の時間にパスタを食べちゃったから半チャーハンに格下げだよ。全員分行き渡ったから食事再開するよ。違った、食事開始するよ。それと容疑者のムカデにはフォークを渡さないでくれたまえ。凶器に使われる危険もあるからな。まだ俺が犯人と決まったわけじゃねえだろう。どの道あんたには手がいっぱいあるんだから手で食べなさい。それじゃあ食事始めるよ。開始だよ。食後にストーリーが進行します。で、半チャーハンがある、食べますか？半分なら10回復。経験値1000ももらえるのか。まあ半分じゃないから10も回復はしませんけれども、ちょうど食欲20残ってるし経験値もらおうか。あ、待って、セーブし忘れました。え、ムカデが死んだー。どういうことよ。次回に続きます。じゃあお疲れ様でした。バイバーイ。じゃあね、ムカデさんも。